クさん、ちょっといいですか？どうしたんだい？その、助けてもらったお礼をしたくて。ああ、別にいいのに。でも、お兄ちゃんが、こういったことはきちんとしなさいって。こういうのは気持ちだから、何か私たちにできることで恩返ししようって。私もそれがいいと思って。せっかくのご好意を無限に断るわけにはいかないな。あの、それで私、皆さんにお菓子を作ろうと思うんです。その買い物に付き合っていただけませんか？もちろん。準備してくるから少し待っててくれるかい？はい、お待ちしています。そんなことなら俺に言ってくれればいいのに。ユージェンさんには別のお願いが。え、俺に？なになに？何でも言ってよ。絶対にお兄ちゃんに包丁を持たせないでください。え、私が料理をすると言ったらお兄ちゃんまで。では久しぶりに私もって言い出して。いえ、お兄ちゃんの料理が下手って意味じゃないんです。ただその家庭が問題で。お兄ちゃん深刻な不器用なんです。それはもう器用と言ってもいいくらい壮絶な不器用なんです。ああ、確かにどっか抜けてそうだもんな、お兄ちゃん。ちゃんと聞いてください。本当に大変なんです。周囲にどんな被害が及ぶかわからないんですから。そんな大げさな。どこの世界にリンゴの皮を剥かせたら自分の手の皮を剥く人がいるんですか？ああ、それはオッケー。カルビナには刃物を持たせないようにするよ。あとフライパンも持たせないでください。それから、お鍋の前に立たせると危険です。あ、そうだ、あとは。わかった。最善策を取ろう。カルビナは、調理場に入れない。それでお願いします。くれぐれも、お願いしますね。何を買うんだい？リンゴです。アップルパイを作ろうと思って。じゃあ、甘いリンゴを探さないとな。いえ、甘くないのがいいんですよ。わざわざ甘くないものを使うのか？ええ、酸味の強いリンゴの方が調理したとき美味しいんです。お砂糖もたくさん使いますから、甘いのだと甘いだけになってしまって、味に締まりがなくなるんですよ。ルーティーは料理がうまいんだね。いえ、普通です。普通だと思います。お兄ちゃん以外の人に食べてもらう機会がほとんどないので。あ、でもアップルパイだけは特別なんですよ。どうして？私たちずっと旅を続けてるんですけど、本当に少しの間ですけど、ある村にしばらく滞在したことがあって、そこで出会ったおばあさんのアップルパイがとても美味しくて、私も作り方を教えてもらったんです。だからアップルパイは自信があります。ルーティーはそのおばあさんが大好きなんだね。ことを教えてもらいたかったんですけど。そうか、それは残念だったね。ごめん、思い出させてしまって。いえ、こちらこそ。
ここで買い物してきます。少し待っててください。お待たせしました。ずいぶん買ったんだね。待とうか。いえ大丈夫です。これくらいたくさんおまけしてもらっちゃって。余ったらリンゴジャムにしますね。ああ虫食いがあるからかな。いいけど。ジークさん、手を向かないでリンゴの皮を剥けますか？おお、それくらいなら。でしたら調理も手伝ってもらえませんか？他にも虫がいたら変だし。わかった、手伝うよ。苦手なの？はい、とにかく虫はダメなんです。怖いじゃないですか。わしゃわしゃもぞもぞ動くし。なんであんなに足があるんですか？なんで目が大きいんですか？なんでいきなり飛ぶんですか？硬かったり柔らかかったり毛が生えてたりなかったり、見た目は可愛かったり無害そうに見えたりして、だから余計怖くて。どっちなのかはっきりしていればいいんですけど。蝶もダメなのかい？はい、遠くから見ているだけなら大丈夫なんですけど、どうしてあのもぞもぞしていたものが劇的に変わるのかが不思議で、本当にどんな構造になっているんでしょう。そうだね、不思議だね。嫌っている理由がずれているような。私以前行ったところで虫を煮た保存食を食べたんです。食べられたのかい？せっかくのご好意なんだからってお兄ちゃんが。もう思い出すだけで鳥肌が。だってこっち見てるんですよ、あのつぶらな瞳で。野宿は辛いんじゃないか？そうなんです、わしゃわしゃしたのが川の上に落ちてきたりして。もう虫なんて大嫌い。なんだかすっきりしました。お兄ちゃんに言っても、お兄ちゃん自分が平気だからちゃんと聞いてくれなくて。聞いてくれてありがとうございます、ジークさん。俺でよければいつでも話を聞くよ。本当ですか？じゃあまたお願いしますね。